ボコボコにするぜ。今回のマインクラフトはウィザーを4000回倒し激レアアイテムを集めまくる。問題はウィザーの倒し方。こんなんじゃダメじゃぞ。今までの集め方はこうです。まあ有名なやり方ですね。エンドの世界にウィザースケルトンをまずは召喚しますと。で、大事なのはここですね。岩盤に食い込ませることでウィザースケルトン、ウィザーは何もすることができないこの状態で、ウィーウィー。はい、お疲れ様でした。問題は特にないけど、もっと大量に欲しいんだよね。理想はこんな感じ。まずは大量のウィザーがあるでしょ。これくらい大量のイメージだな。そして大量のウィザーたちをアイアンゴーレムだったり、こういった激ヤバ装置で一気に倒すのが僕の理想でした。みんなが驚くような装置を作るぞ。ウィザー史上最高のトラップ検索っと。はんはん、なるほどなるほど。そんなもんないよ。ウィザートラップ完成。仕組みは簡単です。まずこんな子ね、僕のサブアカですね。こんにちは、僕です。トロッコを使ってウィザーの形を作るでしょ。で、この上のディスペンサーからウィザースケルトンの頭が出てきます。ということはすなわちウィザーが召喚されます。もちろんこのトラップね、一人でもできるんですよ。窒息ダメージで勝手に倒せるんですけども、遅いよねこれはね。そこで使うのがこのジ・アンダーテイカー。モリ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 瞬殺です。すでにね、1時間ほど回しまして見てください。大量のネザースター集まってますね。どうせならラージチェストパンパンになるまでネザースター集めたいよな。サブ赤くんよ、ここで頑張りたまえ。待ってる間別のトラップを作ろうか。何を作るかって、黒曜石トラップだ。黒曜石はね、ピグリン交易所でも超大量にゲットできるんですけども、もう本当に一生困らないくらいの量欲しくないですか。今どれくらいあるっけ。オープン、まあまあな感じだね。ということで、一生かかっても使い切れないほどの黒曜石を集めに行こう。作り方は簡単。まずはエンドに行きます。そしてここですね。ここの場所が大事なんですよね。一回砂製造機周り全部壊さないとだな。大量の砂を持ち帰ろう。お世話になりました。一生かかっても使い切れない量の砂があったぜ。準備完了。どうやって黒曜石を増やすか、ちょっと実際に見てもらいましょう。まずシュルカーボックスにこの辺の大事なものを入れておいて、ここからが重要です。見てください。このシュルカーボックスをど真ん中に置くでしょ。んで、ちょっと一回オーバーワールドに行くでしょ。あとは簡単。エンドポータルに入ると、なんとなんとなんと俺のトーテムがなくなっちゃった。もっとわかりやすく言うと、はい、今ここに穴がありますね。ここからはノーカットでお届けいたします。まずはオーバーワールド、現実の世界に戻ります。で、エンドに入ります。下を見ると黒曜石が復活してます。これは決して僕が魔法を使えるとかそんなんじゃなくて、エンドポータルに入るたびにここのね、情報がリセットされるんですよね。この原理を使って効率よく回収するだけ。ゆっくり、よし、これで黒曜石は作られ続けるぜ。まずはこの世界で全ての世界を読み込ませるでしょ。で、この雪だるまがエンドゲートに入った判定にします。雪村西弘くん、これはね、ちょっと後々使います。ウィザーに雪玉を当てる役なんだよね。ちょっと一回入ってみようか。はいはい、あー、雪玉が投げられてますね。そしてこちらの黒曜石を壊すと、はい、また出てきますね。ちょっと暗くて見づらくてごめんなさいね。あー、わかるかな。あとはこれを瞬間的に壊せる最強の鶴足、いや、ウィザーで壊すんだよね。壊れた黒曜石が真ん中に集結するような水の流れを作ります。パッシャンパッシャン、オーケー、すでにいい動きしてるね。いいね。こんな感じで黒曜石が散らばっても真ん中に集結しますと。そしたらね、ウィザーの攻撃、あいつ頭ぶん投げて爆発させて攻撃するじゃないですか。その攻撃を無効化させます。どうやって無効化するかっていうと、ソウルサンドと水を使います。こういうトラップ作るとき毎回思うんだけど、最初に考えた人絶対アインシュタインだよね。あらかじめ階段の溝に水を入れといて、あとはこの上に氷を重ねるだけ。めんどくせえから昆布と骨粉で時短しよう。オーケー、無限水源の出来上がり。いきますよ。僕が持ってる弓がウィザーの頭だとして、はい、わかるかな。
はい、跳ね返してくれてますね。かわいい、なんかトビウオみたいだね。そしたらウィザーの攻撃対象としてこちらにアイアンゴーレムを召喚いたします。なんて怖い作業なんだ。慎重に慎重に飛び出てこないように蓋をして召喚、入ってください、よろしくお願いします。大丈夫、君の仕事はここで突っ立ってるだけだから。そしたら、飛んできた頭を処理する壁をここに作ってあげます。なんか丸い製造機とか作るといいっぽいけど、ちょっとめんどくさいんで黒曜石で代用させていただきます。あとは黒曜石を回収する仕組みを作ったら完成ですね。黒曜石が落ちてきたら水で流れて1段落としてさらにもう1回流すでしょ。最終的には2段落として、ということはこちらにエンダーチェストの壁、スライムからの粘着ピストン、可能な限り製氷を伸ばしてテスト、テイ、うおーめっちゃ滑るな。ここが終着地点だな。タイマーを実装して、あとは好きなだけチェストを並べて完成ですね。どれくらい集まるか未知数なんでね、大量に並べておきました。 OK、 そしたら最後にエンダーマンが近くにいるとウィザーがねそっちに向かって撃っちゃうので、水を垂らしてエンダーマン対策。なんですか、できました。いよいよウィザーを召喚していきましょうか。まず上と下に砥石を置きます。これが何なのかっていうと、ウィザーちゃんをねここの隙間あるじゃないですか、隙間と言いますかくぼみっていうのかな、ちょっとしたこの段差にウィザーの頭を突っかからせます。ということでいざ召喚いたす。おっと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 、そう焦るな焦るな、せーので、で、で大事なのがこの時に水を垂らしておきます。じゃないとねあのくぼみの部分が壊れちゃいますのでね。はい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 、僕は大丈夫ですからね。オッケー、どうだろう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 、ちょっと遠くから確認しましょうよ。どれ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 、お、いい感じなんじゃないですか。ウィザーが狙う先はアイアンゴレムでも、ポイン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 、もうちょっと近くで見てみる。ほら見てください見てください、ポイン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 、へへへへへ、ウィザーを飼いならすことに成功したぜ。あとは向こうの世界に戻って雪だるまの雪だるまが活躍するわけですね。うー怖い怖い、どうだどうだ、あーできてないっすね。いいね、一マスずらしたら稼働しました。すごいなんかいい音するんだよね、じゃがりこ食べてるみたいな。怒らないでくれよ、下通ります。はい、こんな感じで黒曜石が大量に、あーちょっと散らばっちゃってますね。それほど大量の黒曜石が集まってるっていうことだよね。エンダーチェストでアシストしてあげて、あとはここで放置ですね。あー眠眠、12時間もマインクラフトやっちゃった。おやすみなさい。ございます。あれから22時間経ちました。見てくださいネザースター、ピーンピ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 ン、めっちゃいい匂いするわ。これだけネザースターあったら一生困らないことでしょう。ちょっとね黒曜石の方まだ見てないんですよ。黒曜石はどれくらい集まったのでしょうか。ということで予想はこの辺、うわー、あーあここまでか。これはちょっとやばいっすね。このラージチェストすべてに、黒曜石がパンパンに詰まっております。君の体ってほんと硬いんだね。ごめんなさい。そしてもう一つ見せたいものがありまして、それが何なのかと言いますとこちらですね。ウィザーローズトラップもサクッと待ってる間作りました。起きてもさまだ集まってなかったからさ、これもね超大量に集まるんですよ。見てください、ウィザーローズの塊が、あーすごい。仕組みはシンプルです。まずエンダーマンがこの穴の中に入っていくでしょ。で入ってった先にはなんとウィザーが待ち構えております。このちっちゃい隙間にニワトリがいるんでね、そのニワトリをウィザーは撃とうとしてるんですけども、岩盤に当たって結局エンダーマンにぶち当たってるという状況ですね。大量のウィザーアイテム一旦整理しようか。
2時間この数字の意味がわかるか。アイテム整理にかかった時間だ。ということで結果はこんな感じです。こんな感じです。5個分のラージチェストですね。まあサバ読んでますけども、だいたい5個分全部パンパン、数字にしますと466,560個ですね。うん、一生かかっても使い切れないね。やばくないかこの量からのドゥン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 。もう1日あれば100万超えるな。そしてウィザーローズはね、まあそんなに集まってないんですけども、必要になったらまた取りに行きましょう。そして夢の夢のネザースターパッカー、最高だぜ。この動画はこっからが本番だぜ。いただきマンボウ、いただきマンボウ、夢のビーコン生活始まるぜ。ということで前回作ったこちらの博物館、暗いんですよね。四隅にビーコンを置くとしましょう。はい、これ絶対かっこいいと思う人手挙げてください。はい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 、光源ブロックの中で多分これが一番かっこいいんじゃないか。どうすか、最高っすね。ウィービーコン使い放題。どうですか、四隅に調べてみました。ちょっと俺すっげーやんちゃなこと考えたんだけどさ、横のラインも入れたらもっとかっこよくならないか。すげーよ、ビーコンが落ちててもほっとくような人間になっちまった。やんちゃ作戦やってみよう。いやーやんちゃだね、これ捕まるよ。いいねいいねいいね。アートってさ、この絵本体よりも額縁の方が大事っていうじゃないですか。まあ今僕が作ったんですけどね、すごいパッキリした感じがあります。ちょっと下の方もねめちゃくちゃ暗いので、ちょっと明るくライトアップしますか。デイ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 、いいっすね、明るくて新鮮な感じになったね。あとさ、岩盤飾ってほしいって人コメントいっぱいあったんだよな。まあ全ブロック博物館だからね、岩盤の一つや二つなきゃおかしいですよね。もう残り少ないぞ。それで言うとさ、オーデンの場所にあるあれ、あれもゲットしたいよな。なんかゲットする方法ないのかな。はい、岩盤ね、こちらこれどこに飾ろうかな。すっごいバランス感、まあ場所的にはこの辺、あそこ行こう。さようなら玄武岩、いってらっしゃい岩盤。置いちまった。ちょっと、うわ、ミスってるわー、これちょっとミスってるわー。ほら見てくれよ、色合い的に絶対ここだよね。やっちまったぜ。あとそうだ、怪しい砂と砂利もアイテム化するんだって。必要なものはこちら、クモの巣。ねえ見て、何よりも怪しい砂見つけたよ。どういう状態？ということで回収の仕方は、これはちょっと本当かどうかわかんないんだけども、怪しい砂利の下に蜘蛛の…ね、もう嘘じゃん。ちょっと待って待って待って、わかった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 、くそー、もっと蜘蛛の巣大量に持ってきたらよかったぜ。こういうことだよね、蜘蛛の巣を下に置いて上に、これどう見ても怪しい砂だよね。いきまーす、せーの、はい。あ、なんかでもすごいくる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 、これが地面についた頃にアイテムか。え、ないんですけど。いや、あ、なんかでも砂利っぽいテクスチャがくるくるしてるよ。くい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 、来た。また嘘コメントだよ。いや、わかんない、もしかしたら糸の方なのかもしれない。糸だよね、これを置きます。細いと、この状態で。なんかかっこよくね、この二人。絶対海賊だろう。よし、そしたらネザースターを集めた本当の理由、アカシックレコードを完成させるぜ。考えてみてくれ、この上空に大量のビーコンの柱が立ってたら。最高最高最高。イメージとしてはまずこちらにハーフブロックが来ます。ということは、まあカラフルレインボーにしたいので、ガラスでしょ。ということはその下にビーコンですね。ということはこの周りに、うわ、結構深くまで掘ることになりそうですね。これで証拠隠滅したら完璧です。ぐるりと回ります。大量のネザースターたちよ、輝く時が来たぞ。ちょっと待ってくれ、なんか思ってたのと違うんだが、四角いからかな。いやでもこれ以外の形はできないもんな。突き進め。こうして突き進み、何度後悔したことだろうか。みんな見ててね、今しか見れない光景がこれだ。ゆら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 、あーめっちゃ綺麗。こんなことできるんだね、マインクラフト。あーすごい、このまま残したい。あーずっと眺めてられますわこれ。
見るからに埋め立て地だったこの場所に全ての木々を植え付け生命を宿らせるのじゃ。正面の入り口にはこの場所を守る役目を授かったと言われる天から舞い降りた鳥を鎮座させよう。真実の目で入場者を選別し、ふさわしくないものは石化されブロックの一部になるという噂じゃ。ということで完成いたしました。ネザースターを集めてた理由がこれだ。ワン、ツー、スリー。わー、すごい。めっちゃかっこよくないか。この異次元空間からやってきたんだろうなという感じ。周りもね、すべての木をね一周ぐるりと囲む感じで植えさせていただきまして、これ何かわかるかな皆さん。パッと見はこれ鳥ですよね。鳥、何の鳥かな。答えはアークで一番人気の恐竜、太陽神、煉獄長、鳳凰、ファントム、アンドエッテ、ハルバード、フェニックス、フェニオでございます。かっこよくないかこの感じ。なんか偉大な建物の前にはだいたいこういったかっこいい銅像があるイメージなんだよね。しっかりね、後ろの方もぎっしり木やら全ての木と、あと竹もですね、竹のことすっかり忘れてたんで囲まさせていただきました。それにしてもここすんごいな。ちょっと一回流れで入ってみよう。流れで、あー、どうやらこの町には全てのものが揃った博物館があるらしい。どっからどう見てもこの場所だな。すげえな、柱と、あー、僕を検知してますね。ここが入り口なのかな。ちょっと入ってみましょうか。入ったらドゥン、最高じゃねえかよ。おい、流れでポン、最高じゃねえかよ。おい、残念なことは一つあって、王国のあの豪邸のすぐ近くに作ったことでね、なかなか全体像を見るのがね、ここが限界なんだよね。もうちょっと引きで見たいんだよな。あと先考えないで作り始めるとこういうことになっちゃうよね。解決策は一つ、視野を思いっきしドーン、全て収まったかい。いいね、思い描いたことがどんどん現実になってるさ。残るはこの地球儀を作って完成。次回、光るイカトラップ編、この地球儀完成に向けてね進めていきたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あといつもコメントありがとうね、ガンガン書いてくれ。ウィザーローズの使い道はなんかよくわかんない感じになってしまった。これを使ったトラップも作りたいね。お疲れ様でした。